どうも、ゲタ、花尾です。本日のテーマは、とうとう、単行本が発売ということで、皆さん、いや <laughs> ありがとうございます。はい。えー、っとですね、えー、仮想場機団初めて、えー、1年が経ちました。で、登録者数も5万人。 ね、突破いたしまして、まあ本当にですね、その仮想場の話というのはですね、まあここまでいろんな方が興味を持って見てくださってるっていうのはね、あの、まあ多分、その、知りたいんじゃないかな、皆さん、と思う。 で始めたっていうのはもちろんあるんですけどね。もちろん多分これ結構皆さん知りたいんじゃないと思ってやったんですけど、まあ実際やってみて、あのー、本当にそうだったっていうのはね、えー、なんかすごい、ああそうなんだなーっていうふうに僕もすごく思います。で、えーと、こちら。はい。ドーンと。こちらですね。はい。これね、あのー、まだ見本なんですけれどもね。はい、本。 こういったものですね。あの、なんか、すげえ立派な感じです。はい。あの、思ってもなんですかね、この、ちょっとこの、いい感じのザラッとした感じの、はい。あのー、表紙になっておりますね。なんか、すげえかっこいいですよね、これね。はい。まあこ、こんな感じでね。はい。なんか、あの、写真まで載せていただいてですね。ちょっと恥ずかしいですけどね、これね。だ僕、このかっこ こう、あんまりこう、外、なんか、出るの、なんか気まずいな、みたいな感じですけども。はい。で、えー、こちら9月24日に発売されます。なので、全国の書店さんで、そして概要欄にも貼っておきますけれども、まあ、あの、いろいろアマゾンだったりとか、何とかだったり、何とかだったりとか、いろんなところで、こちら購入できるそうです。えー、電子書籍もあるみたいです。はい。なので、興味のある方は、ぜひ、こちら見ていただいたらな、というふうに思っております。 ね。で、中身がですね、こんな感じになっております。ね。こちら、はすこださん、漫画家のね、幸せ団地という漫画が、まあ一番有名なんですかね。あの、連載もしてたんですけどもね。はい。すごく面白くて。で、この今回のですね、最後の日を灯すものというタイトルになっております。こちらの方でもね、あの、キャラクターがね、面白いんですよ。 <laughs> すごい面白いです。まあ、あの、これね、下タくんほら、主人公でなってますけれども、まあ、あ なんすかねあの、一応僕、めもうモデルというかそんな感じなんですけども、この主人公のこの下タ君はですね、あの、実際の下タ君よりもすごく涙もろい子です。はい。なんかもうすぐ落ち込んだりとか、<laughs> なんかそういう感じのタイプのね、あの、男の子になっております。はい。まあ、えー、はさんのですね、本当にその面白い、なんでしょう。まあ、ギャグというか、あのー、面白、いい意味で面白おかしく。 ええー、いろいろこう、伝えてくれてます。 はい。なので、なんかそのね、あの、ドロドロして、なんか怖くて、グロくて、とかだけじゃないんですよ。えー、すごくですね、その人間模様というか、そういうところを描いてくださっていて、あのー、僕もですね、これ、まあ、いただいて、まあ、読んだんですよね。ここでペラペラペラと、バーって読んでいって、でね、あの、気がついたら全部読んじゃってましたね。はい。そう。だから、あの、普通にこれ面白いですね。あの、<laughs> 思いました。もう単純にこれ、普通に面白いです。で、えー、プラスなん ですけれどもこの本の中にですね、実はちょくちょくと、あのー、まあ、仮想場のですね、その Q&A みたいな。はい、えー。そういったところ、実はこれございましてですね。ま、あそれに、あのー、僕がちょっと答えていっているよと。だからこれは、仮想場機団の、えー、中でもですね、ま、あよく、えー、あった質問とかですね。はい。そういったものを、まあ、抜粋して、えー、ちょっと1ページでね。 パーっと、あの、Q、Q&A、えー、これってどういうことなんですかこれはこうこうこうでこういうことなんですみたいなやつを、ちょっとこう入れ込んでいっております。はい。なので、まあ、この本読むと、あのー、多分ですよ。その実際にね、えー、仮想バー職員としてですね、何年も働いている方、よりも詳しくなるかも。<laughs> っていうような内容です。 はい。あのー、まあ、なんでしょうね。その、いろんなところでね、経験、えー、されている仮想職員さんだったら、わ、えー、かると思うんですけれども、本当に一つのところだけ、 で、えー、ずっと働いてらっしゃる仮想職員さんだったら逆にこの本に書かれていることで知らないことがたくさんあると思います。っていうようなぐらいの、あの、内容になっておりますので。はい。えー、皆さんですね。まあ、ぜひ、あの、興味のある方は見ていただいたらいいかなというふうに、えー、僕は思っております。で、で、またですね、この仮想武器団を、まあ、あの、始める。 にあたってですね、やっぱり、なんでしょう、ちょっとこう、グレーがかっているというか、あんまり誰も知らないみたいなね。はい。でも、その割に、ね、その割に実際僕が働いてみて、で、そして、え、辞めて元職員になってからもですね、ものすごい、あの、実際にですよ、実際のリアルな、あの、人付き合いの中で、すごいみんな、あの、聞いてくるんですよ。あれってどうだったんですかあれってこうなんですかねみたいな。すごい聞いてくるんですよ。 だから、あの、本当にですね、いわゆるその、やっぱり皆さん、えー、仮想場へ行かれた方もね、もうもちろん多数いらっしゃると思います。で、その時にですね、あれ何だったんだろうなーって、結構日本中の皆さんがですね、なんかあの、わかんないまま過ごしていると、はい、いう現状はやっぱりあるのかなーというふうに思いますよ。で、えー、まあね、だから、逆にこういうこともね、あの、絶対に皆さん知らないといけないわけじゃないんですよ。 あの、知りたくない方もいらっしゃると思います。だから、あの、そういう意味では、これ本当に、えー、知りたい方が、まあ実際ね、こういうタイトルのこういう本ですから、あの、知りたい方が多分手に取ってね、えー、見てくれるのかなというふうに思います。まあ実際にね、この仮装機能始めていく、えー、始めていてですね、あの、長年、その、まあ例えば自分のお母さんを仮装した時に、あれ何だったんだろうと思って、 で、それが長年ずっとなん、なんなんだろうって思ってたけれども、こういうことだったんだって分かってもうすっきりしましたっていう、えー、そういったですね、まあお声お便りっていうのがね、すごいやっぱ来てるんですよね。はい。まあだからこれは、あの、なんでしょう。別にその火葬場機団の下駄くんがどうとか言うよりも、やっぱりその日本全国の火葬場がですね、あのー、そのあたりをですね、組み取って、 で、まあ、遺族さんに対してですね、ああ、これはこうこう、こうなんですよ、みたいな感じで言えるような雰囲気にね、えー、これからですね、えー、変わっていったらいいなっていうふうに、えー、僕は感じております。 はい。えー、本当に全国の仮想場もですね、あのー、ま、なんだったらもう僕なんかにもさらに丁寧にね、はい。まあ、丁寧なのが、あのー、絶対正義なのかってそんなことないんですけどね、えー、時にはね、いや、どう思うぐらいの感じの、えー、そういうのも、えー、必要だったりするんですけれども、本当に何でしょう、すごくもう気を配って、えー、こう、しっかりされてる仮想場も、えー、あれば、もう逆に、 今でもですね、あの、本当に何の説明もない、えー、ただ流れ作業でやっていくというような仮想場も、あのー、これはね、あるんですよね。はい。で、まあもちろんそのね、えー、ただ流れ作業でなんか淡々とやっていくっていうのも、あの、ありはありなんですよ。はい。遺族さんによってはね。 はい。えー、例えば、ものすごく悲惨な形で亡くなってしまいました。すごく亡くなった方、若い方です。で、それで遺族さんが来て、はい、それではこちら、えー、お骨上げ始めさせていただきます。これが足元で、こちらがね、こう顔でね、とか。そんなね、変でしょうね、そういう場合だったら全然いいんですよね。はい。別にもう、むしろ僕だって、あの、説明しませんよ、そういう時はね。はい。もう、淡々と、ひたすら、とにかく早く終わらせてあげたいっていうような、えー、そんな感じですよね。 はい。なので、あの、結局のところ何が言いたいかというと、あの、いろんなパターンに対応できてほしいなと。はい。いうふうに僕は思っております。だから、えー、もともとですね、もう何でもかんでもとりあえずもう流れ作業でずっとやっちゃうっていうのも、あの、やっぱりそれはね、僕はもったいないなというふうに思うんですよね。はい。で、実際そういうところがですね、やっぱりあるから、あるから仮想場機団にお便りがすごい来るんですよね。 はい。えー、なんか、あ,あの時、こうこうこうで、なんか、何も説明なかったんですけど、あれって実際どういうことですかみたいな。えー、正直ですね、この動画にね、えー、まあずっとしていってますけれども、まあ、動画にするしてもですね、なんかあの、30秒ぐらいで終わっちゃうみたいな、あの、そんな質問も、もうね、無数にあるんですよ、皆さん。なので、実はこの動画で出している、この質問に対する答えって、すごく一部です。 はい。実際は、あの、本当に、ものすごくたくさんの、えー、そういった質問が来ております。ね。ということは、えー、やっぱりですね、まあ、そういった仮想場、えー、がですね、結構、まあ、日本全国にも、まあ、未だにたくさんあるんだよね、と、えー、いうふうにね、やっぱり、自分自身も、葬儀屋さんになったときに、いろんな仮想場見たときに、あれ 思うようなところもやっぱあったんですよね。はい。で、えー、だので自分の中ではね、まあ日本全国、まあいろいろね、本当にあるんだろうなって思ってました。で、やりました。実際お便り来ました。やっぱりそうなんだなっていう、もう完全な確信になりましたよね。 はい。まあ、なので、あの、そういった意味でもですね、まあ、こういうもの、ね、こういう本だったりとか、えー、そういうところをきっかけにですね、まあ、あの、少しでも、え、理解していただけたらな、というふうに思っております。えー、ただですね、さっきも、あの、ちらっと言いましたけども、これ、あの、内容が内容ですから、<laughs> 皆さん。はい。内容が内容なんで、なんかもう、老若男女、皆さん、どうぞお買い求めください、<laughs> みたいな、あの、感じであ、全然言えません。はい。なので、あの、本当に、 知りたい方は、えぜ、ー、ひ見てください。っていうのが、あの、これ僕の、あの、率直な意見です。はい。えー、これを言うとですね、もしかしたら本屋さんに怒られるかもしれません。ね。いや、いや、もう皆さん買ってくださいだけ言っといてくださいよ、みたいな感じで言われるかもしれません。はい。でも、僕は、あのー、言えないですよ。はい。だって内容が内容だからね。 はい。というような感じです。はい。ということで、えー、明日から発売になりますけれども、えー、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。次の日25日ですね、えー、大阪の方でこの本の発売記念のイベントをさせていただきます。えー、こちら有観客で、えー、行います。ただ、あのね、もう今ご時世こんな感じですから、あのー、すごく制限かけます。えー、そこの会場なんですけれども、 はい。えー、まあ予防ですとかね。はい。そういったところもバッチリさせていただきますということなんで、まあ僕も安心してね。では、あの、お任せしますということで、えー、まあ、まあ、ある意味特別にみたいな感じですね。はい。まあ、お声が多かったのでっていう感じなんですけれども、まあ、それでさせていただきます。まあ、ちなみに有料で、えー、配信の方もさせていただきますのでね。はい。もうこのご時世ですから、あの、皆さん無理して、あの、来なくても大丈夫ですから。 ね、本当に。別に、あの、有料配信でも全然構いませんからね。はい。えー、ご興味のある方は見ていただいたらな、というふうに思っております。えー、当日はですね、僕の知り合いの元仮想場職員さんに来ていただきます。はい。えー、で、前半後半ね、一部二部で分かれてるんですけれども、一部と二部、それぞれ違う方に、えー、お越しいただきます。ね、えー、同じ職員同士でずっと喋っててもですね、同じ話になっちゃいますからね。 はい。えー、いかにその仮想場職員と言えどもですね、結局本当にあのもう皆さんバラバラですからね、当然ですよ。えー、例えば電気屋さんがいてですね、A という電気屋さんと B という電気屋さんが全く同じことを言うかと。えー、そんなことないですよね。電気屋さんによってもいろいろやっぱり言うことは違います。えー、仮想場職員さんも一緒ですよね。だから、えー、そういった違うアプローチ、えー、違う方とお話をするっていうのはですね、僕もすごく楽しみですね。えー え、そんなことあったんですかみたいな話もね、きっとこれあると思いますからね。はい。えー、僕もあ、まあ、僕自身もね、えー、そのトークライブを通じて、まあ、勉強したいなというふうに思っております。 はい。ということで、えー、本日はですね、えー、皆さんどうもありがとうございますと。ね。はい。これ、これ本当にそうですよ。本当に皆さんありがとうございますなんで。あの、これ僕の力じゃないですからね。これ YouTube 始めたのは、きっかけは僕ですよ。きっかけは僕ですけど、でも、その YouTube をやってですね、登録者もね、こう、いっぱいあって、で、みんな再生回数もすごくあって、みたいな、なんか皆さんが本当に興味を持ってるんだなっていうのが、要はその、旗から見てわかるぐらい、 だったからこそ、あの、ゲタさん、ぜひ本にしましょうって言ってくださったりとかね。はい。そういうことです。なので、これは別に、あの、僕のあれとかじゃないです。これはもう皆さんのおかげです。はい。ということで、えー、どうも皆さんありがとうございました。ではまた仮想ばき団では、皆様からの質問や体験談を募集しております。投稿方法は、概要欄下のゲタ、花尾ホームページよりご覧ください。